はい、どうもです。親父の朝昼晩ご飯の時間でございます。すいません、この親父の海苔弁当を大盛り海苔弁当を合体させるっていう動画を撮るだけで10分もかかってしまって、後編に移ることをお許しください。それではね、早速いただきたいと思います。まあ、キャベツからね、ベジファーストでビビ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 って言ってますけど、まあ、キャベツからね、こう食べていこうと思ってるんですけど、もうね、待てないって人もいると思うんだよね。よし、とりあえずキャベツを最初一口食べて、はい、キャベツを一口食べます。とりあえず、うん、とりあえずね、先にキャベツを食べます。はい、ある程度キャベツを食べました。海苔弁当はだし醤油とプレミアムソースをもらっておりますけど、だし醤油はね、なんかすごい飛ぶな今日。さっきからタレが、さっきチキン南蛮の甘酢だれもぶっ飛んでさ、だし醤油の方は、あ、このちくわさんにも行きたいのよ。もう完全にね、あのこのタレ、だし醤油がね、白身フライのもう一個にかかった。さあ、それではいただきます。うん、硬くなっちゃったな。もたつきすぎた。やっぱり何でも揚げたてがうまいわ。でも贅沢、白身フライ2つあるからね。うん、マヨ合う、マヨ合うな。ちょっとし、この子は移動で、ご飯をね、ご飯見せるか。重いんだよね。だ、二段のり弁になっております。食べるの難しい。ああもう、お家でよかった。すいません、もう結局全部取っちゃったわ、食べづらくて。これでもしょうがないな、もう。うん、食べれば食べるほどと海苔弁の完成度の高さが、うん、普通に食べた方がいいね。食べづらい。見た目だけですよ。でもうまい。うん。だし醤油はやっぱり、このちくわ天にもいいわ。うん、米おいしいね。
じゃあチキン南蛮行こう。実はいつも甘酢だれかけないのよ。チキン南蛮も薄くなったな。の方にたくあんときんぴら移しちゃう。ほんと久しぶりに、何年かぶりよ、とんかつ。ホットモットでカツ丼は頼むときあるけど、とんかつ弁当も何年も頼んでないな。うん、衣の感じが揚げた感じしないんだよな。プレミアソース気をつけないとな。もう二度飛んでるからな。二度あることは三度あるっていうからな。よし、まあこれも食べたんだよね前ね。うん、
ここまでにしようと思います。今日はね、大盛り海苔弁当を2つね合体させるっていう弁当を作りました。良かれと思ったのよ。以前は普通盛りでやったしさ、大盛りでやった方が映えると思った、正直。でも考えが足らなかった。こぼれるから見てる皆さんもあまり気持ちよく見れてない可能性もありますので、そこら辺はちょっと申し訳なかったかなと。ボロボロこぼしちゃったしね、思いました。ただ満足感はねすごいありました。うん、どうしてもねこぼれてしまうので別の容器、まあでもこの容器だからの良さもあると思うんですけど、まあただ楽しいので、皆さんもね大盛り2つ買って、もちろん全部食べなくてもいいんで、その見た目だけでもすごい満足感あるので、ちょっとやってみるっていうのはねちょっと面白いかなというふうに思っております、私。うん、ちょっとねお見苦しい動画になってしまったってことと、最初の合体動画が長引いてしまったってところはね反省点ではあるんですけども、うん、まあ、以前からねちょっとやりたいなと思ってたところができたっていうことに関しては、私自身はねちょっと満足しておりますけど、皆さんがね少しだけでもちょっと楽しめたんであれば、ちょっとだけでも時間つぶしになったんであればね、よかったのかなっていうふうにね思い込みながら終わりたいと思います。ご視聴の方いつもありがとうございました。それではまた、バイバイ。